ス記事。はい、どうも武田和成です。秘密基地大作戦、この間ちらっと話をしたんですけど、その新しい企画もいろいろやっていこうと思ってて、でその僕ツイッターの、プロフィールにネジトレーナーって書いてるんですけど、その僕が演劇経験を通じて、おい笑うな大輔僕が演劇経験を通じていろいろ学んできたこと、ストレッチだったりとか筋トレだったりとか、役者としてこれ、一個いいんじゃないかなみたいなのを、いくつかあるので、そういうのを、紹介していけたらいいなと思って、で、こういうのね、合う合わないがあるので、やってみて合わねえなと思ったらやってください。最初にそれだけ言っておきます。で、今日やるのは内転筋ストレッチっていうのを、僕なりの解釈でやっていきたいと思います。で、なぜ内転筋をストレッチするかっていうと、一番大きい筋肉が太ももに集まってるんですね。で、内転筋ストレッチって言いますけど、やるのは主に内転筋とハムストリングス、裏側のももの筋肉ですね。ここを、活動的にしていくっていうイメージです。伸ばす、ストレッチのいわゆる伸ばすっていうよりは、なるべく大きく使う、筋肉が伸展してる状態で、ちゃんと活動状態にする。それもちろん縮むのももちろんなんですけど、っていうのをやることによって、その血流を良くしたい、要は燃焼ですね、脂肪燃焼にもつながりますし、ウォーミングアップとしてやるときに体全身の血液の循環を良くしたりとか、あと体温を上昇させるためにやっていけたらなって思ってるやつです。はい。で、普段運動してない人は特にこの辺足回り硬いので、腰痛の人とかにもおすすめです。では早速やっていきます。ネジトレ。はい、それでは早速一緒にやっていきましょう。まずカエルのポーズです。見よう見まねでいいので、ゆっくり自分の体に合わせてやっていきましょう。膝をついて、足首は、外側ですね、今触っていた内もものあたりを伸ばしていきます。動きをなるべく止めないように、骨盤を今前後に動かしています。前後に動かしてあげることで、内ももの筋肉を曲げたり伸ばしたりです、曲げたり伸ばしたり縮めたりしています。呼吸はゆっくりしっかりするように心がけてください。動かすペースは自分のペースに合わせてで構いません。手を床につき、しっかりと補助を行いながら行っていきましょう。無理にね、伸ばさないように自分の可能なところでやっていきましょう。はい、次のポーズに行きます。片足を立てまして、前足ですね、立ててる方の足のハムストリングス、裏ももの辺りを伸ばしていきます。それから後ろ側の内ももも伸ばしていきます。後ろ足の足首は可能ならば、外側に向けて、重心は斜め下方向ですね、前足のかかとの方に向かって動くように動かしてください。体はまっすぐ起こして行いましょう。これも無理やり伸ばすっていうのではなく、一番伸びるところまで深く下がる、そこから少し緩めてあげる、伸ばす緩める伸ばす緩めるですね。自分のペースでいきましょう。この体勢がしんどいって方は、自分の足にですね、手を乗せて少し補助をするような形で行うといいかもしれません。負荷を上げるために手を上げてます。次のポーズ、左右逆にします。この時ね、膝が床に、床が硬いとね、膝が痛くなることがあるので、ヨガマットとか、竹田みたいにクッションですね、あとタオルを畳んでおいてもいいかと思います。はい、続けて前足の、ハムストリングス、裏ももと後ろ足の内ももを伸ばしていきます。負荷が足りない方、もっと余裕がある方は手を上に上げたり横に伸ばしたりして負荷を上げていきましょう。もちろん辛い方は前ももに手を乗せて、自分の負荷を和らげていきましょう。前後にゆっくりと動かしていきます。呼吸は止めないように、自分の体、
体調ですね、硬くなってるところとゆっくり対話して、ほぐしていけるようなイメージで動かしていきましょう。それでは次のポーズです。お尻を下げて、膝、つま先を外側に向けます。でお尻をかかとの方にですね、床につけ近づけるようなイメージで動かしていきます。手は胸の前で合掌して、肘を、左右に張りますね。その肘で膝が内側に入ってくるのをちょっと押さえるようなイメージで行ってください。内ももとお尻のあたりですね、筋肉を動かしていきます。この時猫背にならないように気をつけてください。正面と横の動画も少し貼っておきますので参考にしてください。猫背にならない方が大事なので、きつい方はお尻の高さをですね、膝ぐらいまで上げてみるとか、ちょっと高めに保って、自分なりに負荷をかけていってください。柔らかい方はね、床にお尻ついちゃう方もいると思います。はい、それでは次のポーズ、そのままお尻を上に上げて膝を伸ばします。足の裏側全体を伸ばしていきます。さっきまでね、ちょっと筋肉に負荷がかかってた部分もあるので、リラックスも含めてゆっくり伸ばしていきましょう。お尻は後ろよりは、自分の、足ですね、足の上、真上もしくは前方にお尻が来るように。腰が痛い方というのは腰のポジションですね、自分で気をつけながら床に置いた手を支えにして、ちょっと上体を起こしてやってみてもいいと思います。つま先は正面を向けて、足裏全体を伸ばしていきます。この揺らす動きをね、やらないとただこう伸びるだけになってしまうことがあるので、ただ伸ばすっていうよりも、やっぱ運動だと思って、軽い運動だと思って行ってください。はい、それでは次のポーズは上半身を起こしますね。足そのままです。お尻から背中にかけて、腰のあたりですねかけて、運動を動かしていきます。意識として少しお尻を突き出して、骨盤ですね、足の付け根あたりを中心に曲げるという、ね、くの字に曲げます。で曲げることによって上半身が前に倒れます。で曲げてる、押し突き出してるお尻を元にしまうことによって体が起きるというイメージですね。手は邪魔にならないように胸のあたりで組んでいます。足伸ばしてるのがきつい方は膝曲げて行っても構いません。体に無理のないように続けていきましょう。それでは次のポーズは、膝とつま先を外側に開きまして、腰をゆっくり下ろしていきます。猫背にならないように体を立てて、なるべく外旋ですね、膝を中心に外側に向くように足を回して頑張りましょう。きつい方は手をももに置いていいので、猫背にならないように気をつけてください。お尻は膝と同じ高さまで下げれたら理想的ですが、しんどい方はお尻も少し高めにポジションとっても大丈夫です。ただ、重心がですね、上半身が前傾したり後傾したりないように、なるべく地面と垂直を保っているようなイメージで行ってください。自分の筋肉、体と、ゆっくり対話をするように、無理のない範囲で行ってください。それでは次のポーズですね、足をなるべく広く広げて開脚していきます。手は床にしっかりくっついて、必要以上に伸びすぎないように補助を行ってください。内ももをしっかりと伸ばしています。この時の動きは、重心としてお尻の位置が足のラインですね、自分の足のラインよりも後ろと前を行ったり来たりするように前後に動かしていきます。
後ろにいるときは気持ち足の裏側も伸ばしているような感じ。前に来るときに内ももと前ももの方に少し、進展が入る感じですね。足の開きは自分なりでいいので動きに無理のないように行っていきましょう。はい、続いてのポーズは体を起こしまして伸脚に似たポーズですね。サイドスクワットにならないように気をつけましょう。はい、伸ばしている方の足の内ももを伸ばしています。体をまっすぐ保って伸ばしている方の足の腰あたりですね、ここを中心に曲げてこう重心をかけていく感じですね。真下に重心を落とすイメージで、右足はスクワットにならないようにですね、筋肉に負荷をかけるというよりも右足を曲げ伸ばしすることで左足の内ももですね、そちらに刺激を与えていきましょう。これはあまり深く膝曲げなくていいのでゆっくりと、先ほどかかってたじっくり伸ばした内ももに血液を流してあげるつもりで軽めに動かしていきましょう。伸ばして縮めて伸ばして縮める。はい、あと1種目左右逆にします。一緒ですね。体重を真下にかけるようなイメージで伸ばしている方の足の内ももを伸ばしていきます。前傾になりすぎたり後傾になりすぎたり上半身ねじって変なところに負荷が入らないように気をつけましょう。手を腰にするとちょっと、楽になるかと思います。もっと負荷を上げたい方は手を、上に上げたり横に上げたり、横に伸ばしたりしてもいいと思います。はい、あと少しです。頑張りましょう。はい、お疲れ様でした。はい、ということで、約10分ですね。ストレッチだけですが、結構見えるかな。汗かいてます。これ、ウォーミングアップにもなりますし、寝る前とか、あと1日の終わりにこう、ぎゅっと体を伸ばしたってやるときは、浅めでもいいので、体をこう揺らしたりとかすると、最大可動域、関節を一番伸ばすように、固定して、動くとね、やっぱ筋トレ的にちょっとこう体がね活性化して寝れなくなると思うんで、そういう感じで、使ってみてください。それではまた。最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。